MTLB はソビエト連邦で開発されたム用装置走行車両である PT-76 水陸両用軽戦車及びその派生型である PTR-50 水陸両用装置走行兵員輸送車のコンポーネントを流用して開発された装置式ム用装甲車両で主に中型火砲の牽引と砲員及び弾薬の輸送を目的として設計された 6500kg までの下方、または車両を牽引できるほか、車内後部区画には11名の兵員もしくは 2000kg までの貨物を積載可能で、下方牽引車としての他に、走行兵員輸送車としても用いられ、車体を流用した各種の派生型が多数、開発されている。本社が牽引対象としていた下方の例として、BS-300mm 野砲、 t-1200mm 対戦車砲、d-30122mm 榴弾砲、120mm 迫撃砲 PM、pm-43 等が存在する。運用国、退役国走行装置などが共通なだけであり、車体は別個の新設計である。pt-76 系列が車体後部にエンジンを置いて、後輪駆動だったのに対し、 本社は、車体全部にエンジンを置いて、前輪駆動となっている。またエンジンも別系統の新型エンジンである。ソ連地上軍 P174,P199,P201。ありがとうございます。